にちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。10月の進路希望調査の状況についてはやらないのかというコメントをいただきまして、毎年ですね、この時期の倍率気にしたってしょうがないよねということで、私は、当てにしてないというか、参考にしてないというか、というところなんですけれども、取り上げてよというお話もありましたので、去年も同じような形で、取り上げるつもりなかったんだけどと言いつつですね、去年もやった気がするので今年もやっておこうかなというぐらいの、ちょっと雑談めいたお話ですので、あまり参考になるのかなならないのかなというところでお話を聞いていただければなと思います。で、顕著なところがですね、少子化の話になるんですけれども、中学校の卒業予定者が、6万3400人ぐらいから6万2700人ぐらいまで、人数にして715人減りましたよということで、これは今後もどんどん続いていくのかなというところが見えています。で、さらに気になるのがですね、全日制の高校に進みたいよという進路希望を持っているお子さんというのが全体の人数が700人ぐらいしか減ってないにもかかわらず、そちらの希望者は1250人減ってるよということで、じゃあどこが増えてるのというところなんですけれども、通信制ですね、ここが500人ぐらい459人増えているという形になりますので、これは何かの傾向なのかなというところで注目をしています。で、最近ですね、高卒の就職というのが、金の卵の第2弾みたいな形でだいぶ注目されていますので、これが大学進学に結びついていくと、これまでのようにですね、勉強一生懸命頑張っていい大学へ進むのが、人生の、勝者組というか勝ち組になれるんだぞというのは、だいぶその傾向は減っていくんじゃないのかなという気がしています。で、これはもう1年2年で起こる話ではなくて、10年とか、そんな単位の、時を、積み重ねていく中で時代が変わっていくのかなという、気はしているんですけれども、そういった話がですね、こういったところにも徐々に、ほんの、500人程度ですけれども、一つの県で500人というと、全国で47都道府県があるということを考えると、結構な規模で、通信制でもいいから高校へ通っておいて、で、大学進学はどうするの、大学進学の時には、偏差値順ですとかブランドですとか、そういったことにはとらわれず、自分のやりたい勉強をしに大学に行くんだよなんていう形の、進路というのがだんだん、なんていうんですか、メジャーになっていくんじゃないのかな、そんな気がしています。で、話を元に戻して、高校受験の話を元に戻すとですね、全日制の高校で県内の公立高校を志望している方というのは、4万2476人だったのが4万1598人に減っているよということになりますので、マイナス878人、これだけ受験者数が減るということがもうこの時点で分かっているということになります。で、さらにですね、これを11ページだったと思うんですけれども、11ページを見てみると、倍率、普通科専門学科総合学科この辺だけを、集計した、ところで倍率が出ているんですけれども、こちらの倍率は昨年 1.18 倍だったものが今年も 1.18 倍で変わらずなんですね。ですので、人数は変わって、だいぶ減っているけれども、先ほどの千何百人規模ですね、千までいかないですね、878人、人数は受験者数は減っているんだけれども、倍率的には変わらないよということになりますので、そうすると、その分、高校が減っているよねということになります。高校の定員、高校自体も、減っていますし、高校自体、それぞれの高校の、定員も減っているよねということになります。失礼しました。で、その統廃合を考えると、上位高校よりも中位以下の高校で統廃合が行われていて、で、高校自体の数が減っているということを加味すると、皆さんが、一番
興味のある、まあ、こちらの表ですね、各高校に進みたいと、志望している、まあ、進路希望調査の状況ということで、まあ、倍率ということ話になってくるんですけれども、まあ、中以下の高校が統廃合等々でなくなっていって、で全体としての倍率が変わらないよということになると、上位に行けば上位に行くほど倍率は下がる傾向になるよねということが言えると思います。で、まあ、その代表的なところで、トップ3と言われている、まあ、大宮ですと、昨年 2.13 倍だったところが 2.01 倍に下がっていますよ。で、浦和高校ですと、昨年 1.58 倍だったのが 1.36 倍に下がっています。で浦和一女も 1.31 倍だったところが 1.21 倍まで下がってきていますよということになりますので、上位に行けば上位に行くほど倍率的には楽な戦い、学力的な話ではなくて、まあ、倍率だけの話ですけれども、倍率的には楽な戦いにどんどんなっていくんじゃないのかな、今年より、去年よりも今年よりも来年の方が、上位になれば上位になるほど倍率は下がっていく傾向というのが見られるんじゃないのかなと思います。で当然、年度年度ごとのブレというのはありますので、どこかの高校が人気を集めたり、どこかの高校が人気が下がってしまったりという波を、描きながらですね、上位の方は、倍率が下がっていくということが予想できるんじゃないのかななんて思っています。ですので、まあ上位の高校がですね統廃合をするのか、まあ廃校というのはなかなかできないと思うんですけれども、じゃあそうすると、クラス数を減らすのかで、先生の数とクラスの数というのは、まあなんていうんですか、受け持ちの担任の人数ですとか、教科の割り振りですとか、そういった兼ね合いがあると思いますので、クラス数を減らすことができないのであれば、一クラスの定員を、まあ、現在40人学級というのが多いと思うんですけれども、40人を35人、あるいは30人に減らすことによって、募集定員を減らすということをして、まあ、倍率を維持していくという形になるのか、まあ、いろいろな方策があるかと思うんですけれども、そういったことも、まあ、今後起こってくるんじゃないのかななんていうことを想像しています。で、目についたところだけ、倍率のお話をしようと思うんですけれども、まあ、今見たトップ3のところは倍率が下げ傾向の中ですね、気になったのが、まあ、私の地元東部地区の春日部高校ですね。春日部高校が、まあ、例年あまり倍率が出ない、1倍を切る中で、この時期発表されている年度が多かったんですけれども、まあ、今年はですね 1.18 倍という形で数字が出ています。で、さらに言うと、春日部高校の場合は、千葉県からあるいは茨城県から、受験するお子さんというのがこの中に含まれていませんので、埼玉県内の中学校での調査ということになりますので、この数字の中に含まれてない人数の子が実際に受験に来るということを考えると、 1.2 倍から 1.3 倍の間ぐらいまで当日の倍率は上がるんじゃないのかな、人気を集めていくんじゃないのかなというのが、まあ、この段階で予想できるということになっていきます。で、あと目を引いたのが同じお話で、不動化高校ですね。不動化高校も、1.28 倍ぐらいが去年だったんですけれども、今年すでに、1.36 倍という数字が出ていますので、こちらは、まあ、千葉県よりも茨城県が多いんですかね、からの、受験者を集めるということに行くことがもう例年、まあ、毎年起こることですので、さらにこの 1.36 倍から、倍率的には上がるということが予想されていますので、春日部高校、不動化高校、この辺は要注意ということになります。で、あとはですね、不動化が上がって春日部不動化が上がっているのならというところで、越谷北高校はどうなのよというところなんですけれども、越谷北高校は、まあ、例年並みということで 1.43 倍が去年で、今年は 1.41 倍ということですので、越谷北高校には影響が出てないのかなということになります。ですので、東部地区で県外受験者の人数を、考えておかなければならないというのは春日部高校、不動化高校、この2校なのかなという気がしています。で、あとはですね、あと気になったのが、越谷北高校が、まあ、例年並みというところなんですけれども、西西部地区へ目を移してですね、赤坂
所沢北がこの辺にありますね、所沢北高校、こちらがまあ越谷北高校と同じような形の高校で、理数科を併設していて、で西部地区で、まあトップクラスの、高校という位置づけなんですけれども、こちらの倍率が出ていないんですね、まあ、昨年が 1.73 倍ということでしたけれども、今年は 1.48 倍というところまで、倍率が下がってきていますので、人気に陰りが出ている年ということになるのかな、まあ、これは、まあ、その年度ごとの波ということではあるんだと思いますけれども、人気が下がっているので、もし越谷じゃない所沢北高校ですねを、まあ、候補の中には考えていたんだけれども、この進路希望調査の時には別の高校を書いたよというお子さんがいるのであれば、こちらはもう一度考え直してみる必要はあるのかな、まあ、考えるだけはただですので、考えてみる必要があるのかなという気がしています。で、春日部高校が倍率が上がっているということならということですと、川越高校、県立の川越高校がこちらにありますね、こちらは 1.49 倍 1.51 倍ということですので、こちらはもう変わらずということになってきます。ですので、まあ、川越の人気は 例年通りで、春日部だけは上がってるよということになります。で、女子校、川越女子も、まあ、ほぼ変わらずということで 1.21 倍ということになっています。で、あとはですね、気になったのが熊谷と熊谷女子ですね。こちらがもう倍率が、1倍を切ってしまって、まあ、例年1倍をめぐる攻防で、昨年は 1.99 倍を揃って出していたんですけれども、今年は 1.86 と 1.75、熊谷女子に至っては 1.8 も切ってしまった状況ですので、こちらは、もうとても受けやすいというか、地元の、女の子で、女子校にぜひ行きたいということであれば、熊谷女子というのはもう受ければ受かる状態ということになってくるかと思います。で、同じことが言えて、だいぶ倍率的にというか人気が下がってしまったのが松山と松山女子です。こちらは男子校の松山の方が 1.78 倍まで下がってしまったので、まあ、松山近隣のお子さんで男子校でというお考えでしたら、松山は、まあ、受ければ受かる高校ということになってきてしまっています。で、松山女子は、まあ、変わらずなんですかね、0.91 倍、昨年が 0.97 倍ですので、松山女子は変わらず不人気、上がりも下がりもせずというところだと思います。で、あと気になったのがですね、八潮南が倍率上がるのかなと予想していました。というのはですね、八潮高校が、まあ、廃校になったということで、近隣で、高校を探すとなると八潮南高校なのかなというところだったんですけれども、八潮南高校は、倍率的には、まあ、ほぼ変わらずの 1.35 倍、昨年が 1.3 倍です。ですので、まあ、例年だったら八潮高校に行っていたはずのお子さんというか、行くだろうなと予想される、まあ、レベルというか、そういった、グループのお子さんというのは、じゃあ一体どこへ流れたんだろうなということになるんですけれども、まあ、八潮高校自体が、まあ、もう廃校になってしまったというか、募集停止になってしまっていますけれども、まあ、偏差値レベル帯的には、まあ、一番下レベルですので、そういったお子さんがですね、もしかしたら一番最初にお話しした、通信制等々へ流れている可能性もあるのかな。で、もしかすると、八潮高校、まあ、八潮近辺でですね、若干倍率が上がっているところはないのかなと思って見たときに、三里高校の、1.46 が 1.63 に上がっていますので、三里高校へ流れている、あるいは若干ですけれども三里北高校へ流れている、この辺が、もしかしたら受け皿的に2位になっていくのかなという気がしています。で、あと倍率というとどうしても、取り上げなければいけないのは川口一律ですけれども、川口一律の、普通科ですので、スポーツ科じゃなくてこちらですね、下から2行目ですね、こちらが 2.48 倍ということで、まあ、だいぶ一般的なというか、それでもまあ2倍は超えているんですけれども、2.48 倍という倍率になっています。まあ、昨年が、目が飛び出るような 3.66 倍ということでしたので、まあ、当然、去年もこの時期 3.66 倍
6倍という数字は出ていましたけれども、実際には、当日の、願書を出す段階になると倍率的には落ち着いたよね、下がってきたよねということがありますので、川口一律も 2.48 倍からさらにここから下がっていくだろうなという予想をしています。で、川口一律ができたおかげで、倍率が下がったと言われていた、川口北なんですが、川口北がこちらですね、こちらが、1.40 倍まで戻ってきています。ですので、ここ数年低調だった昨年が 1.16 倍ということでしたけれども、川口北は 1.4 倍まで戻ってきていますので、普通の高校というか普通の倍率の高校という形で受験に向かっていっていただければなと思います。で、あとはあとは目についたところというのはあまりないんですけれども、越谷南が相変わらずの人気、あとは川越南が相変わらずの人気で2倍を超えている、この時期の集計ですけれども、そんなことが見て取れます。で、あとはそれほどないのかなというところで、川越一律が 3.79 倍という高倍率になっていますけれども、こちらも実際の受験に向かっては下がっていくんじゃないのかなと思っています。で、一律の浦和も 2.82 倍、若干去年よりも下げ気味ですけれども、相変わらずの高倍率高人気ということになっています。で、男子校、女子校の、別学組ですか、別学組は、全体的に見ると、不人気傾向とはいうものの、春日部が人気を集めているので、県外勢も、合わせて、ちょっと注意が必要だよねということと、あとは、所沢北が振るわないよねというところが特徴的なところではないのかなと思います。ですので、一番最初にお話をした受験者数が減っていく中で統廃合、募集停止等々は下から起こっているので、受験難易度的倍率的には、上位に行けば上位に行くほど、年度ごとの比較ですので、今年受験するお子さんは今年しか受験をしないので、去年より楽だと言われても、それが自分にとってどんだけ、なんていうんですか有利に働くかどうかは関係ない話だとは思うんですけれども、全体の流れを見るとそんなことが言えるよねということが言えると思います。で、倍率自体、この時期にですね気にして、あたふたしても一つもいいことはありませんので、倍率、多くがですね 1.3 倍ですとか、高くても2倍というところですので、今それを気にしてやきもきするよりも、まずはご自分が1点でも多く、当日の点数を取れるように今は準備をしていただく方が、よろしいんじゃないのかな、そんな、ことを考えています。では、取り留めもなく、倍率の話、この表を見ながらお話ししてきましたけれども、そんな形でまずは、足元の点数を稼ぐ勉強を頑張ってください。では、今回のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。